皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは JR 東京駅でございます。中央線乗り場ですね。ここを起点に中央線は名古屋まで伸びておりますけれども、本日はですね、今話題になっておりますこちらですね、乗車位置案内を見ていただければわかると思いますが、ついに中央線にもグリーン車、4号車と5号車に普通グリーン車が導入されました。普通でしたら10両編成ですけれども、グリーン車2両が追加されて12両編成。こちらですね、中央特快、こちらの高尾行きがその普通グリーン車が組み込まれている列車ということでございまして、東京駅はかなり賑わいを見せております。12両という放送だけでも違和感ですけれども、やってきました。こちら中央特快、折り返し高尾行きになります列車でございますけれども、中央線のグリーン車は今お試し期間ということで無料で開放されております。こちらが2階建て普通グリーン車でございます。従来の普通グリーン車と違って、2枚扉ということになっておりまして、乗り降りがしやすいように広く設けたということになっております。2024年10月13日より、デビューいたしましたこの中央線普通グリーン車は、2025年の春にですね、本格デビューということでございまして、サービス機能などはなくとも、今はその期間まではお試し無料で乗車することができるということで、たくさんの鉄道ファンが集まっております。サービス機能がないということで、このようにして椅子の回転なども全てお客さん自身が回していくといった感じになっておりますので、ゴミ箱とかトイレとかも使用できないようになっているということになっております。このように普通グリーン車が、無料でお試し期間として開放されるのは実に17年ぶりということになっているみたいでございます。前回のですね、お試し無料期間はですね、常磐線のグリーン車が導入された時に行われたということでございまして、17年ぶり。僕も当時は子供でしたので、お試し期間に乗りに行ったことはないんですよね。ですので今回が初めてなんですよね、無料お試し期間のグリーン車に乗るのはですね。そしてこちらが、E233系普通グリーン車の、ディスプレイということで、おしゃれに切り替わってるでしょう。これも最新車両といった感じですよね。そうなんですよ、今回は真新しい最新車両の普通グリーン車ということで、僕も乗るのは初めてですが、いや、めちゃめちゃいいですね。座席もふかふかで結構ね、座り心地がなかなかいいものでございました。そしてね、グリーン車に乗るということでございまして、お酒とつまみを買っておきました。やっぱりいい座席にはね、お酒はつきものですよといった感じで入店で購入いたしました。最近、僕がね、ハマっているこのグレープフルーツサワーですね、これを飲んで、あー最高だなグリーン車はと堪能しているところでございます。もちろんね、グリーン車の中にはゴミ箱サービスないので、降りた駅でちゃんと捨てました。そしてね、こちら最新車両ということでコンセントがついております。 E235 系の横須賀線の、グリーン車にも、確かコンセントがついたグリーン車が導入されたということで話題になりましたよね。ちょうど新幹線と並走しまして、神田駅に入線、放送でも、このような、感じで放送されておりました。いやー、未だに信じられませんね、中央線にグリーン車がついているのは。とは言っても実際に乗っているのは普通グリーン車ですけれども、実際座席のスイートピッチとかは従来の、ね、湘南新宿ラインとか、常磐線のグリーン車とあまり変わらないような、感じでしたね。ちょっと座席がふかふかになったかなっていう感じでございますけれども、基本的にはあの今までのものと変わらないかなといった感想でございます。そして肉の万世が見えまして、秋葉原付近を通過中でございます。ここには昔中央線の駅、万世橋駅があったところでございます。
ガラスから反射される普通グリーン車の2階建て車両が映っておりました。いやーいいですね、本当に特別な列車に乗ってるんだなと、感じながらも、まだ普通グリーン車の中央線には違和感を感じている、そんな不思議な気分でございますけれども、横には神田川が流れておりまして、右手側には、総武、中央線各駅停車の線路も見えております。中央線快速列車ということで、この辺の付近はですね、通過いたしまして、四ツ谷、新宿と止まっていきます。そしてディスプレイの案内を見てみますと、このようにして乗り換えの表示も出ております。結構見やすいですね。こちらの乗車位置案内とか、階段の位置とか、そういうのも見ることができます。452グリーン車のマーク、うわー違和感でしかないですね。そして列車は新宿駅に入線でございます。大都会新宿、ここに、中央線の普通グリーン車2階建てが入線ということでございます。ここでね、普通に見られるのが湘南新宿ラインの普通グリーン車の2階建てですよね。これにはね、よく乗ったことはありますけれども、最近グリーン車もね、あのダイヤ改正で値上げしましてですね、距離に応じて結構大幅に値上げしてしまったので、なかなか乗る機会が減ってしまったような気がしますので、こういった感じでね、無料で開放しているのは本当に激レアなんじゃないかなと思います。子供たちもなかなかね、こういった普通グリーン車に乗る機会なんてないと思いますからね。やはりそういった感じでございますね。ファミリー層というか、お父さんが子供を連れて、せっかく無料だしグリーン車乗ってみようよと、お子さんを連れている様子がね、結構見受けられました。特に列車は新宿駅を出発、僕はですね、あの平屋席に座っているんですよね。やはり2階席1階席とともにですね、ものすごい人が溢れるようにして列をなしていたので、ちょっとこれは諦めてですね、おお、その前にイーストはいい、おお、なんだなんだなんだなんで、あんなところに、あれはですね、在来線の検索用ということでございます。検査をしている列車なんですけれども、とても珍しい列車でございます。あのドクターイエローがあるでしょ、あれが東海道新幹線のそういった検査を担うものでございまして、あとはね、あの JR 東日本の新幹線でもイーストアイといった E3 系に似たようなね、ああいった、白いボディの、車体が走っているんですけれども、あれは在来線バージョンの、イーストアイ E でございます。いや、ものすごいレアなものが見れたんですけれども、何でしたっけ、話の途中だったんですが、あ、そうだ、2階部分と1階席ね、あのものすごい人で列をなして並んでいましたので、僕はすぐさまですね、平屋席の方にパッと移りましたら、普通に窓側が取れたといった感じでございます。さすがにね、この時期はちょっと乗れないと思って、2階と1階はね、諦めました。まあ平屋でもグリーン車はグリーン車でしょと、グリーン車の設備を味わうんであれば2階も1階も平屋も関係ないということで乗り込みました。そしてね、上にはですね、あのスイカをタッチしてランプを光らせる機能がありますけれども、もちろんこれは停止しております。これが、4月になって、4月か3月かわかんないけど、春になりましたら、機能しまして、ここにスイカをタッチして乗り込む方式になります。そしてちょっくらデッキの方に出てきたんですけれども、こちらに張り紙が貼ってありまして、ただいまこの車両は普通車としてご利用いただけます、グリーン車サービス開始後はグリーン券が必要となりますということで、今は普通車、誰でも自由にお金もかかりませんので乗っていいですよといった感じでございます。やっぱりね、見てみると、あれこれグリーン車だっつって避けていく人たちも結構何人か見られたので、やっぱりまだ一般の人にはですね、あのこれが普通に、誰でも自由に乗れる、無料で開放されているなんていうことはね、認知されてないんですよ。ということでございまして、列車は立川駅に到着いたしました。左手側には南武線が出ていきました。僕はここの立川までお試しでグリーン車に、乗ってみたかったので、とりあえずここで下車いたします。ということで立川で下車いたしました。未だに違和感です、この2階建てのオレンジの帯をまとった普通グリーン車。いやーすごいですね。でも乗車率は高いですね。やっぱりね、あの認知している人は認知しているみたいな感じでございまして、普通の一般の人も、あ、なんだ無料なんだ、ちょっとお試しに乗ってみようとフラッとね、軽い気持ちで乗っているお客さんもやっぱり見られましたね。ということで場所は変わり新宿です。僕ちょっと帰りに新宿に寄りまして、帰ろうと思ったら、あれなんか電光掲示板に12両の文字が、これはまさかと思いまして、待っていましたらですね、
なんとグリーン車付きの中央線がやってきたんですよ。あれあれあれと、これはね何にも調べておりません。たまたまです。あれマジかよと思いまして、じゃあせっかくだしちょっともう一回ちょっと東京の方まで乗っていくかと、無料だしねっていうことで、新宿だとたくさん降りますからワンちゃん乗れるかなと思ったら乗れました。しかも2階です。さっきは乗れなかった、さっきよりだいぶ空いておりますので、ちょっとね2階席というのを皆さんにご紹介しながらですね、最後ちょっとねたまたま乗れたこの普通グリーン車の中央線2階部分をご紹介したいと思います。ということで列車は新宿駅を出発でございます。階からの景色はやっぱり格別ですね。これはね景色が一段と変わって見えますよ。いやー1階の席も乗ってみたかったなと思ったんですけど、まあそれはねまた次回に撮っておこうと思いますけれども、こちらも電光掲示板が見やすくなっております。この中央線で2階部分が見られるのは今回が初ではないんですよ。昔いました215系というオール2階建て車両が昔ホリデービュー山梨号とかで土休日とかに限定で走っていたので、その時に2階の車両に乗ってね中央線の2階からの景色を楽しむことができていたんですけれども、それが引退しまして、そこからしばらく2階建て車両は走っていなかったんですけれども、今回の普通グリーン車で中央線の2階建てが、再びね走ることになりました。そしてこちらにはですね窓側通路側と、まるで指定席みたいにですね番号が振られておりました。でも普通グリーン車ってだいたい自由席で適当に座りますから、あんまりあの番号を意識したことはないですよね。あとはまだサービスの運用が始まっていないので使えないんですけれども、フリー Wi-Fi も完備されております。あとは机周りとかも結構ね広くてね、使いやすいような感じになっております。2階からの車窓なかなかいいものでございます。ほら中央線のこの普通車両よりもちょっと目線が高いのがいいですよね。よくハイデッカー付きの車両があったりしますけれども、それよりもねあのもちろん目線が高いですからね。そしてなんといってもこの駅に入ってきた時のこの見下すとか言っちゃいけないけど、帰宅ラッシュのお客さんをちょっとね上から眺めるような感じ、まるでサンライズのねあの上の部分に乗って景色を眺めているみたいに感じますね。そしてなんと向こう側にも中央線普通グリーン車、今ですねあのお試し期間ということで3編成しか走ってないんですよね。ですのでこのようにして利用しているのが非常に珍しいと思います。まさかお茶の水駅で普通グリーン車と、すれ違うとは思いもしませんでした。ということで東京駅着いたんですけれども、降りてみてびっくり、まさかの僕が乗っていたグリーン車は E233 の1トップナンバーの編成トップナンでございました。つまりこれは、普通グリーン車、中央線の普通グリーン車の一番最初に製造された車両ということになっております。いやびっくりですよ、まさかそれに乗れるとはね。てかトップナンがね、今回の3編成のうちの1つに組み込まれているとは思いもしませんでしたよ。ということでございまして、今回は10月13日に、デビューいたしましたお試し期間で乗れる中央線普通グリーン車をご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。